こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、箱根に来ております。箱根の花月園さんという宿に全泊してですね、これからまた本日宿泊する予定なんですけど、箱根に、それまでの時間ですね、チェックインの時間まで観光編ですね。今から権現辛め餅、俺のうどん赤でしたかな、それを食べに行って、まあその後何しに行くかちょっとまだ決めてないんですけど、まったりと観光を楽しんだ後に本日宿泊予定の滝井旅館さんに向かう予定でございます。まあちょっとね、短い動画になるかもしれないんですけれども、ぜひ皆様と観光してる気分を味わえたら嬉しいかなと思っております。箱根に来たらいつもここを来たくなるんですよね。うどん食いたくなるんですよ。来たー、いただきます。うまそう。ごちそうさまでした。うまかった。これね、たまに食いたくなるんですけど、やっぱうまいわ。皆様もぜひ箱根神社に来た際は、あの俺のうどん赤食べてみてください。鳥居があれなんですね、立ち入り禁止なんですね、コロナの影響で。未だにこの奥行ったことないんですよね。もうここまで来たら奥に行かないのを貫き通そうかなと思っております。あら、6分目ぐらいですね。ちょうどいいですね。天気いいから芦ノ湖畔でも行きますか、駐車場止めて休憩しますか。着きました。気持ちええわ。あったかいしな、風が強いくらいかな。空も澄んでるな。山の上見えます？ロープウェイのくっきりと見えますよ。これはここで昼寝ですね。あえての昼寝しましょうか。おー、出ちゃいましたよ。気持ちよかった。マジでポカポカで。まだそれでも時間あるので近くのカフェ行ってみます。なんとかなんとかでなんとかっていうとこ行ってきます。プレミアムショップ&サロンドテロザージュでが合ってましたね。では、来ちゃいましたよ。
ごちそうさまでした。非常に優雅な時間でしたね。初めてこういった高級カフェっていうんですかね、来ましたね。あの紅茶すごい美味しかった。量多いから余裕で1時間以上いますね。女性方だったらこれ2時間ぐらい喋るぐらいの紅茶の量があります。それではですね、この後は旅館にチェックインいたしますので、また旅館編はですね後日いただきます。それではまた旅館編でお会いしましょう。バイバイ。一つだけ後悔することがあるとすれば、もっと早くこちらの旅館さんに来るべきだった。